ウィリアム・スタンリー・ジュニアは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン区出身の物理学者である。生涯で、電気装置全般にわたる129の特許を取得した。スタンリーは、初期のメーカーで、電源や自動火災報知設備の工事をする電気技術者であった。ニューヨークで彼は初期の電気設備の設計を行った。そのすぐ後、ジョージ・ウェスティングハウスがピッツバーグ工場の主任技術者として彼を雇った。1885年にルシアン・ゴーラールとジョン・ディクソン・ギブスの考えに基づく初めての実用的な交流の装置を開発した。この装置はインダクションコイルと呼ばれた。現代の変圧器の元になるものである。このスタンリーの仕事により、ジョージ・ウェスティングハウスがピッツバーグで主任技術者として雇うことになった。1886年3月20日、発電機と変圧器と高圧送電線からなる初めての高圧交流送電の完全なシステムをデモンストレーションした。このシステムにより、広範囲に電力を供給することができるようになった。彼は、自宅のある、マサチューセッツ州グレートバーリントンの目抜き通りで、オフィスや商店に電灯をつけるためにこのシステムを設置した。スタンリーの変圧器の設計がこの後のすべての変圧器の原型となり、また彼の交流送電システムが、現代の電力伝送システムの基礎となった。彼が変圧器を実際に製造した最初の人間となった。1890年にマサチューセッツ州ピッツフィールドにスタンリー電気製造会社を設立した。1903年にゼネラルエレクトリックがこの会社を買収した。会社が建っていた土地は今ではピッツフィールドのバークシャーにあるウィリアム・スタンリービジネスパークとなっている。スタンリーは広い範囲の製品や電気装置に関して129の特許を取得した。主なものを以下に示す。特に重要なものを太字で示す。ありがとうございます。